危な。これを一でやりたかったよね。あの塔だ。屋根からしかたどり着けないが、ここから屋根へ行けない。次の中庭を行くしかないな。あの門を抜けて、あそこの門へ行く。見つかっちゃうとアウトなんだよ。ここはここはメタルギアソリッド的な感じ。よよよ、でここ登ります。よいしょ、危な。なぜバレない。行くぞ、せーの、パンチコンボコンボ、よいしょ、隠れる。オッケー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 。早く、何をもたもたしてる。あそこに行きたいんだね、あの扉に。お前は右、俺は左だ。お前は右、俺は左。どっち？二人いるんでしょう。お、バレた？こっち警戒されてんな。バレるかな？怖いね。こっちバレてないかな。あいつが後ろ向いた。行け、はい、パキッ。殺してはないんだね。うまい、当て身。さて、でまたここの赤い線をたどって警報装置外していかないと。こっちからかな。え？いる？あ、いるじゃん、まだまだいるじゃん。やば、上にいんのか。こそ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 行くか。危ない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 、もらった、よいしょ、痛て、今のは痛て。てかよくあの人さ、あれだね、分かんなかったねこんな門にいたのに。それでここの赤い線か。今なんか警備員左にピューンって吹っ飛んでいかなかった。持ち上げて下をくぐり、おいおい焦るな、別のアラームがある。マジか、お前がやってくれ、待ってろ。よっしゃ行こう。すごい跳躍力。もうお前が行けと言いつつも、ネイトはね、出っ張りに捕まりたかったから絶対に自分がやりたかったはず。ガチャッと、今動きおかしかったよね、警備員のね。吹っ飛んでったわ。よっしゃ。行くぞ。1、2、3。よしけ、いいか。そうだ。早く。よしよし。いけ、よし。怖ー、ここ。落ち着け、ゆっくり。よし、屋根に登るには中庭を抜けなくちゃ。
さて続き。警備員の始末はお前に任せる。わかった。噴水の方へ行け。どっちから行くか。噴水の方へ行け。危な。こっから降りますかね。はい、こんばんは、テミどっちからがいいかな。そっちの人行くか。バレたらどうなの。バレたらね、その場で撃ち殺されちゃってゲームオーバーだった気がする。オールだ。え、バカ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 。危ない、危ない、危ない。ういひい、隠れてー。あー、見つかったか。今のはちょっと勇み足だったねー。オッケー、窒息。ここ、こっちから行くか。いや、きついな。あっちから行くか。こそこそこそこ、こ、よいしょ。オッケー、隠れる。二人追加か。怖いね。いよいしょ。おやすみ。オッケー。あとはあの窓へ登る方法だけだ。あそこまで行く。窓がたくさんありすぎる。よっ、スター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 スタッと。競争してるみたい。よし、潜入完了。どうだ。どうする。ここら辺で形勢逆転だ。ナイスアイデア。純平よ、何考えてる。落ち着け、優等生。これはただの麻酔銃だ。致命傷は与えない。お前の両親も痛まない。ええ、なら使おう。よし、オッケー。アドバイスだ。こいつは射程距離が短いから近づいて撃て。できるか。馬鹿にすんな、フリン先生。よし。さて、ここから麻酔銃ですね。ヘッショット。あれ、当たってない。嘘、当たってないか。ありゃー、オッケー。届くかな。いけっかな。オッケー、よし。これ押すんじゃなかったかな。こうやって押していく。いいな、これでいい。よし、で、これで上登ります。よっ、麻酔が効くのが早い。そうだね、コナンの麻酔針バリに早いね。バリバリに早いね。で、この窓に行くと、おお、フリンやるね。これ上にそのまま行けばいいのかな。で、やっぱこの出っ張りにね、捕まっ、おっと、あぶねー、あぶねー。よっ、ほい、
ほい。で、捕まって右に行きます。わかったわかった、今行く。次は絶対エレベーター。なんか銃があるとすごい安心する。危な。これは、どうするんだっけ？あ、そうだそうだそうだ。ここに捕まっていくんだ。で、ここでジャンプ、もう一回ジャンプと、行くと。で、ここで到着かな。どっかね、どっか奥まで行くと、なんか宝があった気がするけど、別に今それいらないから先に進んじゃいます。よし、塔があったぞ。もうすぐ着くぞ。情報サンキュー、フリン先生。出っ張りが好きだね、確かに。お？これどうやって行くんだっけ？え、届くこれ。いや！届くんかい。届くのかい。独特のカメラワークドローンじゃないとこんなの撮れないな。よし、であっち行きます。いいよ。危ない、危ない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 言われてる。そういうなんか軽いアメリカンジョークが飛び出すのもこのゲームの面白いところ。何してんの何してんの何してんの、え、何してんの。報告機入ってた、失礼。でおります。なんでバレないんだろうね。そしてお前の番だ。よし、じゃあ行くぞ。で、ここへ、ロープを左右に傾けるっていうところで、左行って、右と、お、オッケー。いつもと黄色いところに引っかかるのかなと思ったら、そこの網に引っかかるんだ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。どこだ？上行けんのか？よいしょ！あー！あれは死んだな。いるか？もういないね。で、どこだ？ここか？次は。違う。ここら辺でクロエにバトンタッチしたような気がするけど。どこどこどこ？止まっちゃった。止まってるけど。あ？あれ、ここら辺でクロエにバトンタッチしたよね。ああ、いい眺めだ。お前の家も見える。さっさと行け。で、そこにジャンプか。よっ。あ、ここで運転。運転なんて懐かしいね。かっこいい。よいしょ。もうすぐ着く。ああ、なぜまだ電気がついてる。照明はクロエが消す。安心しろ。消えるのか。で、ここかな。今怒ったかと思った。下に影でバレちゃいそうだけど、お宝があるところまで一気に近づいていきます。こっちか。セニンブルダオルママンナーズ。あ、あんなに塔が照らされてクロエは何やってる。消せクロエ。さすがクロエだ。消えましたな。おう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 おお。オッケー、これでいい。
よし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 、レディーファーストだ。いいね。よし行くぞ。あったか。音響アラームがついてる。この鍵を開ける前にガラスに触れたら、はい、ジリーンだ。心配ないって。じゃじゃーん。よし、それじゃ。本当にそれだよな。確かめるならこうするっきゃない。悪いな、マルコ。世紀の発見だってのに、なんだこれ、何の役にも立たねえ。強大なる藩の御光。ちょっと待てよ。何をしてる。松ヤニだ、燃える。だからライターを貸せ。ライ、火をつけるのか、本当にここで。早く。見せろ。おお、我々の船は揚げ潮に流されてジャワ島にたどり着いた。津波に襲われたみたいだ。ああ、ボルネオの西海岸沖だ。プールでコンタクト見つけろってか。おい、見ろ、きっとこの山が座礁した場所の近くにある。山を見つければ船も見つかる。だな、いい推理だ。待て待て、まだある。オーケー。で、まるで海が積み荷を剣をして投げ捨てようとしていた。シャングリラで乗せた積み荷、シンターマニの匂いよ。何か意味があるのか。シャングリラ、分かったぞ。フリン、何が。マルコポーロはシャングリラを見つけた。シャングリラだ。まさか。もし彼らが石を持っていたなら、今も船にあるかも。かなりワクワクする話だが、もう行かないと。ああ、すぐ行く。おい、何してる。悪いな、相棒。ここでお別れだ。待てよ、フリン。俺たちの計画は。お前の計画だろ。俺にも計画がある。ああ、早くロープ投げろ。バカな真似すんな。ああ、そう。お前がボス、俺は下っ端。だが、お前は一つ見落とした。そうだろ、相棒。どうする?撃つのか?いや、しばらくおとなしくしてて。俺が船のことに気づいてないと思ったか。小学校のガキだって気づくぞ。おい、フリ、よく聞け。いい加減認めなよ。お前ははめられたんだ。あっと、まだだ。警備員にハンデをやらなきゃ。よし、ゲームスタート。悪く思うなよ。最悪だな、あいつ。あいつ最悪だな。フリンに裏切られたんで、今から逃げます。あのフリンがさ、もう小中一緒だった嫌いな友達のヒロキ君に似てるんだけど、みんなも似てる友達いない？フリンの顔見るたびにあのヒロキ君を思い出す。あ、捕まったと思いきや、どっか登るところがあるんじゃなかったっけ。ここか。よいしょ。すっげえヒロキ君にね、似てんの。よし、考えろ、ネイト、ほら。あ、ここが開かない。どこだっけ?どこだっけ?どこだっけ?開かないときはどうするんだっけ?ちょっと待って、撃たないで、撃たないで。戻る、戻る、戻る、戻る。ここ?ここじゃない。しかし、この人撃ってこないね。よいしょ。こっちに道があるっていうことは、こっちで正しいのかな。あ、そこ行くのか。ほ。逃げる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 。よいしょ。ほい。で、走ります。お?よいしょ。
すごいよね、敵の警備員の回り方がすごい。どうすればここから。危ない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 、危ないけどまだ一発も撃ってこないっていう優しい優しいよ、一発も撃たれなかった。しかし不倫に裏切られてしまいました。一つ肝心なことを見ようとして出る。何？認めなよ、お前は遊ばれた。ああそうかよ。ふっずどえ、おいおいそこのトンマ、ショーが台無しだ。ショーだと恥さらしや。ソーリー、一人ぼっちにしちゃったらかわいそうだろ。あ、うわ、来てくれたのかよ。どうだ、元気か。ああ、まあ元気にやってるよ。どうも。お小遣いあげちゃった。お前の金だけじゃなくて自腹まで切っちまったよ。なんだよ、臭いぞ。その葉巻よりはマシだろ。よくここが分かったな。それは君のお友達に頼まれてね。はい。ダメだ、入るな。なあ、待てよ。彼女を出してドアを閉めろ。中の方が安全だ。いいから少し落ち着けって。話は聞け。ありがとう。正直に言うサリー、お前は全然人を見る目がない。特に女を見る目がない。確かにな。でも聞け。ひどい場所。はあ、そう。そうでもないだろ。見ろ、俺専用のバケツもある。うん、別の部署では8人で使ってた。聞いてねえと。ここまで来てくれたのは感謝する。だけどな、お前と不倫に騙されなければ、俺はそのクソダメで3ヶ月もかかるはめにはならなかった。悪いな、俺がお前のその胸に飛び込めなくて。私は何も関係ないわ。そうか。言ったでしょ、聞く耳持たないって。いいからネイト、あいつ船を見つけた。ボルネオで。そう。ちっとあまりすきは。なんであんたが知ってるの。プリンが自分で石のことに気づくと思うか。そうね、確かに。でもあいつらまだ見つけられてない。あいつら、プリンとクライアントのラザレビッチだ。マニアックなコレクターよ。あいつら最初からグルだったの。そうか。見つかってないならまだ時間がある。発掘場所へ連れて行け。あいつらが行く前にお宝を盗んでやる。敵も驚くわよね。たっぷり仕返ししてる。見ろ、通称願いが叶う宝石、いわゆる聖なる宝だ。ああ、伝説の聖杯みたいな。そうだ。ありがとう。サリー、聞いてくれ。シャングリラには世界で最も価値のあるものが眠っている。それは深いブルーのサファイアの原石。両手で抱えられないほどの大きさだ。うん、何百万ドルの代物だ。何億ドルだろう。日記は他にもあるんだよな。山ほどね。ラザレビッチは大金を払ってマルコポーロの日記を入手して何年もチンターマニ石を探してる。不倫に探させてるんじゃ見つからなくても不思議はない。ラザレビッチのファイルがあれば俺なら見つけられる。ちょっと待ってよお兄さん、簡単に手に入るわけないでしょ。ファイルは彼のテントの中、テントは野営地のど真ん中にあるの。野営地は基地も同然、兵士たちがそこら中にいるのよ。だから奴らの顔見知りを使えばいい。相手が油断するやつ。ああ、オッケー、分かった。そういうこと。敵の気をそらせてくれ。5分時間を稼いでくれればそれで十分だ。本当に5分だけなら下着姿にならなくてもいいわけね。クロエ、俺が考えてたのは爆発で気を引こうと。それも効果がありそうね。乗るか。ああ、もちろんだ。お前より先に乗ってた。クロエ、聞こえるか。はっきり聞こえるわ。もうすぐ着く。オーケー、キャンプの周囲に爆薬を埋め込んどいたわ。あとはスイッチを入れるだけ。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンから見ている方は動画のタイトルをタップ、下にスクロールして登録ボタンか登録 URL からよろしくお願いします。この動画の続きを見たい方は再生リストの URL をタップしてご覧ください。パソコンからご視聴の方は
画面下のボタンをクリックして登録再生リストよろしくお願いします。赤髪の友の実写動画チャンネルでは料理やお菓子作り、釣りやキャンプ動画などいろいろなことに挑戦しているので、こちらもぜひご覧ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。